それでは続けて2番目いこうか。初下校。すげえな。なんだよこのレイプの。そりゃそうだろ。っていうか、あんだけ名前の枠あんだけスペースあるのに、なんであの上の荷物だけピコってある。そっか、3年でもう卒業よったもん。
代ってさ、女子の制服めっちゃ可愛いんだよ。おお。先生に頼んどけって。めっちゃこうあの足元にティッシュがすっごいあるんだ。勉強する言ったのにめっちゃ足元にティッシュ。相当目が悪いかよっぽどの物好きらしい。ああこうやってセーブできるようなの。さすがプレス2テンポ悪いな。
How much per block? そういう場合は関係代名詞を使うでしょ。おお。ちょっと教科書借りるね。ほら、ここによく似た例文が載ってるから参考にしてみて。少し早めに学校来てくれたら、私真中くんの勉強見てあげる。私真中くんが作る映画見たいから。やばいな、学校の指定が全員いちごパンツだったらどうする。校長の陰謀かもしれん。な、全女子生徒をいちごパンツ着用義務する。